いきなりだけど、霊夢。昔放送されていたポンキッキーズは見ていたか？当たり前じゃん。8時8分の合図で家を出て学校に向かってたんだから。だけど、平日はどうしても学校があったから、夏休みに見るのが楽しみの一つだったかな。夏休みのポンキッキーズといえば、夏休みのホラー企画で、学校の怖い噂、花子さんが来たというアニメが放送されていたのは、もちろん覚えているよな。もちろんだよ。忘れられるわけがないじゃん。大人になってもあの時の衝撃は覚えてるよ。ポンキッキーズでは、科学コーナーや体操のコーナーなど、情報番組のように様々な内容が盛り込まれていたんだが、その中でもいろんな意味で話題になったのが、学校の怖い噂、花子さんが来ただったぜ。ほわほわ、花子さんっていうオープニングが頭から離れなかったな。オープニングで、花子さん来たら助けてくれるよって言ってくれるのに、たまに見捨てるんだよね。霊夢の言う通り、本来は花子さんが人間を幽霊や妖怪から助けてくれるという物語なんだが、どんな時でも花子さんが必ず助けてくれる、というわけではなかったんだよな。それが故に、当時の子供たちにとって、トラウマ界となるものも存在したんだ。そうそう。布団に入ると思い出して眠れない夜もあったわ。それじゃあ、今回は、昔ポンキッキーズで放送してた子供には怖すぎた懐かしいアニメ、学校の怖い噂、花子さんが来たのトラウマ介護編を語っていくぜ。解説の中ではネタバレも含めて紹介していくぞ。ちょっと怖いけど、もう子供じゃないからね。楽しみ。学校の怖い噂、花子さんが来たは、フジテレビ系列、BS フジで放送されていたポンキッキーズのコーナー枠として、1994年8月から全35話のアニメ放送が開始されたぞ。当時は学校の怪談が流行ってたこともあってか、花子さんが来たはクラスのみんな見てたな。花子さんが来たの放送は、怪談や心霊ブームの影響もあり、大反響を呼んだんだ。その結果、初回放送終了後も継続的に再放送されていたんだぜ。怖いってわかっていてもついつい見ちゃうんだよね。そういえば、その後も新しいシーズンが放送されてなかったっけ？ああ、人気アニメシリーズとなった花子さんが来たは、2010年に新シリーズ、学校の怖い噂新、花子さんが来たが放送され、さらには、2014年にシーズン2が放送されているんだ。他にも、書籍シリーズ化されていたり、ゲームにもなっていたよね。そんな花子さんが来たに登場する花子さんは、学校の怪談の中でもメジャーなお化け、トイレの花子さんがモチーフになっているんだが、アニメの中では幽霊や妖怪に襲われる人々、主に子供たちを助けるといった展開で話が進んでいくぞ。ことの発端は、町の外れにある古びた電話ボックスから電話をかけると、幽霊の花子さんを呼び出せるという噂があり、とある3人組の小学生が面白半分で試してしまったばかりに、封じ込められていた悪霊たちを目覚めさせてしまうんだぜ。そして、そこに現れたのが黒髪のおかっぱ頭で、赤いスカートを履いた女の子の花子さんだったんだ。いつも花子さんのそばにいたホワホワが可愛くて好きだった。稲妻使いでたびたび花子さんの手助けをしていたキャラクターだな。他にも、花子さんのライバルで紫の服とドクロのペンダントを切り札に持つ、闇子さんというキャラクターもいたぞ。懐かしい。花子さんは、スカートについたチューリップのアップリケが切り札で、ハーモニカを使って彷徨う幽霊たちを追い払ったりもしていたが、必ずしも全ての悪霊、お化けに効くわけでもなく、そんな時はライバルの闇子さんが助けてくれていたんだな。基本的には面倒見が良くて、来たら助けてくれる花子さんだが、どんな事件でも助けてくれるわけではなく、場合によっては、全くもってノータッチなんてこともしばしばあったんだ。そうなんだよね。え？なんで？って思うこともあったわ。幽霊や妖怪の被害に遭っている子供たちを横目に、語り手としてのみ登場した回もいくつかあって、その淡々とした花子さんの姿に恐怖を覚える子供たちも多くいたぞ。面倒見の良さは一体どこに？今考えると小学生にはなかなか残酷な話だよね。花子さんが来たは、4、5分程度のアニメだったが、その中でも描写や結末が衝撃的すぎて、当時の子供たちにとっては、トラウマレベルとなった怖い回というのが存在するんだよな。思い浮かぶものだけでも私にもいくつかあるわ。なんならあんな内容を朝に放送してたんだから、今考えるとトリッキーだよね。じゃあ、ここからは、そんなトラウマレベルの放送回を5選紹介していくぞ。まず、花子さんが来たでトラウマになったという声が多く聞かれるのは、さっちゃんの噂の回だぜ。うわぁ、めちゃくちゃ覚えてるよ。タイトル聞いただけでゾワッとしちゃう。この物語の主人公であるまゆみちゃんは、ある日学校でクラスメイトたちにさっちゃんの噂話をするんだ。その噂話を聞いてしまうと、さっちゃんが目の前に現れて、手足を切られ殺されてしまうというのだが、その対策として、枕元にバナナの絵を描いた紙を置いて寝れば、さっちゃんは現れないとまゆみちゃんはみんなに伝えたんだぜ。このアニメ見ながら急いでバナナの絵、描いたっけな。
教室で話をしていたところ、担任の先生に、もう帰りなさいと促されて真由美ちゃんたちは帰宅したぞ。そしてその夜、さっちゃんの噂話を聞いたクラスメイトたちは、みんな枕元にバナナの絵を置いて眠ったんだが、噂話をした張本人の真由美ちゃんは、そんなことすっかり忘れて眠りについてしまうんだな。忘れちゃダメだよ、真由美ちゃん。真夜中を過ぎた頃、真由美ちゃんは突然金縛りに遭い焦っていると、部屋の壁から大きな釜を持ったさっちゃんが現れ、布団からはみ出た真由美ちゃんの足に、シャキ、シャキと音を立てながら釜の先端を当て始めるんだ。そうそう。不気味に流れるさっちゃんの歌と BGM、ニヤッと笑ったさっちゃんの顔が怖すぎた。怯え震える真由美ちゃんを見て、誰もがもうダメだと思った時、突如としてさっちゃんがもがき苦しむように叫びながら、部屋の壁へと消えていったぞ。さっちゃんが部屋から消えると同時に真由美ちゃんの金縛りも解け、ふと机の上に目を向けると、そこにはバナナが置いてあったんだ。それは、真由美ちゃんのお母さんが勉強の合間に食べなさいと、夜食に用意してくれていたものだったんだぜ。花子さんじゃなくて、今回はお母さんが助けてくれたんだって思ったんだけど。きっと多くの子供たちも霊夢と同じように、お母さんが助けてくれたと安堵したと思うが、このままめでたしとはならなかったんだな。翌日、真由美ちゃんはクラスメイトたちに昨夜自分の身に起こった恐怖体験を話すも、一部の男子は全く信じてくれず、本当なのにともどかしい気持ちになっていたところ教頭先生がやってくるんだ。そして、担任の先生が何者かに大きな刃物で手と足を切り取られ、布団の中で亡くなっていたと子供たちに説明したんだぜ。真由美ちゃんが助かったからもう何も起きないと思ってたのに、マジで衝撃的だったわ。肝心の花子さんはというと、この回では最後の最後に語り手として登場しただけで、助けに来ることはなかったぞ。ここだけの話、この放送回を見てからしばらく布団から足出して寝れなかった。しかも、花子さんは担任の先生がさっちゃんの噂話を聞いてしまっていたこと、知ってたんだよね。ああ、さらに言えばこの回で、担任の先生の最後の姿を子供たちに生々しく説明する教頭にも、恐怖を覚えたぜ。小学生相手に普通は手足を切られて、なんて言わないよね。このあたりの演出は時代を感じるわ。次に、さっちゃんの噂と並ぶくらいトラウマを与えたとされる回は、怪人トンカラトンだぜ。懐かしい。トンカラトンだよね。この回もトラウマ級だったな。物語の発端は、ある日、とある男の子が怪人トンカラトンの噂話を聞かされるところから始まるぞ。トンカラトンは、全身を包帯でぐるぐると巻いた化け物で、日本刀で人を切り殺すんだと聞かされるのだが、そんなもの怖くねえ、剣道の腕前でやっつけてやる、と男の子は行きまくんだよな。クラスにいたいた、そういう男の子。その日の夕方、トンカラトンの噂話を聞いた男の子は、チャリンコに乗りながら、トンカラトンと歌い、自分の方へ向かってくる怪人トンカラトンと出くわしてしまうぞ。トンカラトンって変な自転車の乗り方してた気が、それがまた不気味だったんだよね。何よりトンカラトンの歌が頭から離れなかったよ。突然の恐怖に慌てて逃げようとした男の子だったが、刀を持ったトンカラトンにチャリンコで先回りされた挙句、トンカラトンと言えと言われ、男の子はうろたえながらも声を振り絞り、言われる通りトンカラトンとつぶやくと、トンカラトンは男の子の目の前から去っていき、無事生還することができたんだ。だが、男の子は家族や友達にその話をしても一切信じてもらえず、どうにか証明しようと再びトンカラトンと出会った場所に出向くぞ。やめとけいいのに。男の子は、トンカラトンと大きな声で叫び呼び出すんだが、今度は突然、トンカラトンが男の子の背後に刀を持ったまま姿を現し、思いっきり刀を振りかざして男の子のことを切ってしまうんだ。しかも正面からっていうのがエグい。そして、路上に倒れる男の子に向かってトンカラトンは、勝手にトンカラトンという奴はみんな敵だ、と言い残しチャリンコで去っていくんだぜ。さらに切られた男の子も包帯でぐるぐる巻きになり、トンカラトンになってしまう、という結末を迎えるんだ。この回でも花子さんはナレーションに徹していて、最後にこうやってトンカラトンは増えていくのと告げ、物語は終わったぞ。どうして花子さん、助けてくれないの？こんな理不尽、小学生にとってはトラウマでしかない。この放送回はトラウマになった人も多く、未だにトンカラトンの歌を思い出す人もいるみたいだぜ。一度口ずさんだらしばらく離れないんだよね。次に紹介するのは、死にたくなる団地の回だぜ。この回は花子さんが助けに来るっちゃ来るんだけどね。後味悪すぎてすごい覚えている。この回は始まりから衝撃的で、とある団地の窓を、午後4時に見ると死んでしまうという噂話があったんだが、ある日の下校途中、主人公の陽子ちゃんは友人の玲子ちゃんに何気なく、窓を見てみようよと誘うんだ。そこで玲子ちゃんは窓から真っ赤な女が手招きする姿を目撃、なんと翌朝、団地の屋上から飛び降りて死んでしまうぞ。
そのことを先生から聞かされた陽子ちゃんは、一気に血の気が引き合を覚めてしまうんだな。これはショッキングすぎるよね。そしてその日の帰り、陽子ちゃんは友人二人と一緒に玲子ちゃんのために線香をあげようと出かけたんだが、そこでまた、友人の山下くんが団地の窓から手招きする赤い女を目撃、翌日担任の先生が、皆さん、また悲しいお知らせがありますと、山下くんが団地の屋上から飛び降りて亡くなったことを説明し、陽子ちゃんはガタガタと震え上がったぞ。この担任の先生の話し方もめちゃくちゃ不気味だったわ。さらに、陽子ちゃんも真っ赤な女の幽霊に誘われ、団地の屋上へ足を運んでしまうんだが、そこでようやく花子さんが助けに来てくれたおかげで、陽子ちゃんは命拾いすることとなったんだ。とはいえ、すでに友人二人が亡くなっていることから、なんで最初から助けなかったんだと、二人の命を見捨てた花子さんに不信感を抱く回でもあったぞ。そうそう、初めから助けてよって思った記憶がある。死にたくなる団地の回を見てから団地自体が怖くなったわ。当時子供たちの中では、団地に住んでいる友人の家に遊びに行けなくなった、なんていう子もいたみたいだな。続いては、人食いランドセルの回を紹介するぜ。これは姉妹の子供たち、特にお下がりをもらうことの多い子供たちにとってはトラウマになった回だと思うぞ。この回を見て、あまりの恐怖にギャン泣きして両親にお願いしたら、新しいランドセル買ってくれたっていう友達もいたわ。人食いランドセルは、タイトルからもわかるように、人を食べてしまうランドセルという化け物が登場する物語だぜ。なんでまたそんな化け物が。主人公のともこちゃんは、お姉ちゃんからのお下がりであるランドセルに不満を持ち、ご機嫌斜めだったある日の下校中、知らないおじいさんが突如として目の前に現れ、新品のランドセルをあげる、と欲しかった赤いランドセルをプレゼントされたんだ。このおじいさんもめちゃくちゃ怖かった。念願の新品ランドセルをもらえたことに喜ぶともこちゃんだったが、そのランドセルこそが人を喰らう人食いランドセルだったぞ。そしてその夜、人食いランドセルが勝手に動き始め、必死に助けてと叫びながら逃げ回るともこちゃんを襲い、食べてしまったんだ。ともこちゃんの悲鳴を聞き慌てて家族が部屋に駆けつけるんだが、当然、すでに部屋の中にはともこちゃんの姿はなかったんだぜ。当時は身近なものだったランドセルが、まさか人を食べるだなんて衝撃的すぎたなぁ。ランドセルがちゃんと窓に映るか確認したっけ。この回でも花子さんは最後だけ登場し、この世に帰ってこれないともこちゃんを、かわいそうにと哀れむだけで助けることはしなかったんだぜ。花子さん、いい加減仕事してください。最後の最後にはナレーションで、知らない人からのプレゼントにご注意をと語られ、ある意味、子供たちに教えを公開でもあったぞ。確かに、昔は子供の恐怖心を煽って危険から遠ざけてくれてたよね。最後に紹介するのは、赤い靴の女の子の回だぜ。この物語は、とある町で次々と女の子が消えていくという不可解な事件が発生し、さらにその女の子はみんな、赤い靴を履いていたという噂が流れていたことから始まるぞ。うわ、この回もめっちゃ覚えてる。結構トラウマだったよ。主人公のゆきえちゃんは、友人の誕生会に向かうため、お気に入りのピンクのワンピースと赤い靴を履いて出かけるんだ。ああ、赤い靴履いちゃダメなのに。そしてとある公園の銅像の前を通り過ぎると、後ろから、ねえ、遊ぼうよと声をかけられるゆきえちゃん。振り向くとそこには銅像だったはずの女の子が裸足で立っていて、ゆきえちゃんの履いている靴を見ながら、この赤い靴が欲しいとおねだりするんだ。だが、そんな無茶なお願いにゆきえちゃんは答えられるわけもなく、拒否した途端、女の子は老変しゆきえちゃんを追いかけ回すぞ。赤い靴ちょうだいって、めちゃくちゃ怖い顔で追いかけてくるんだよね。その顔と言い方が怖すぎてトラウマだった。必死に逃げるゆきえちゃんだったが、結局女の子に捕まってしまい、赤い靴は奪われ、女の子に手を引っ張られて空へと連れ去られてしまうんだぜ。空へと消えたゆきえちゃんがどうなったのかはわからないが、この世界に戻ってくることはないんだろうな。赤い靴を奪った時の女の子の喜んだ顔が、狂気じみてて怖すぎたわ。トラウマすぎて持ってた赤い靴は捨てたし、それから赤い靴は買ってません。もちろん、この回も花子さんが助けてくれる素振りは一つもなかったぞ。最後に、女の子は公園に一人ぼっちでとても寂しかったんだわ、と言い残し物語は終わったんだ。いやいや、ゆきえちゃんを助けてあげてよ、花子さん。ということで、ポンキッキーズ内で放送されていた、花子さんが北のトラウマ回を紹介したぞ。いやあ、今考えてもどうして花子さんが助けてくれなかったのかわからない。霊夢が言っていたオープニング曲で、花子さんは来たら助けてくれると言っていることから、来なければ助けないとも受け取れるんだぜ。なるほど。必ず助けるとは一言も言ってないもんね。人生、そんなに甘くないよっていうメッセージなのかな。それもあるかもしれないな。さらに言えば、大人たちが子供に伝えたかった教訓みたいなものも含まれているんじゃないかと思うぞ。確かにそれはあるかもしれないね。トラウマ級は勘弁だけど、
改めて見てみると、当時とはまた違った見方ができるし、やっぱり間違いなく面白い。みんなも機会があったら、トラウマ回も含めて、この独特な恐怖を味わってみることをおすすめするぜ。今回はここまで。最後までご視聴ありがとうございます。懐かしいという感情は、脳医学的にもストレス解消にとても良いらしいので、皆様の気分転換や、ほっと一息つけるような動画になってくれれば嬉しいです。もし懐かしいと感じたり、面白いと思っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタンの方もよろしくお願いいたします。